はいどうも、ロゴーチャンネルのロゴーです。今回もダイソーで購入してきた重武装合体ロボットシリーズの紹介をやっていきたいと思います。今回が最後のロボット、合体ロボット05、胴体パーツに値するショベルカーですね。多分一番大型の商品だと思いますので、すごく個人的に楽しみになってますので、早速遊んでいきたいと思います。はい、で開けてきたんですけど、こんな感じですね。でかい。確かにこう一番でかいかなと思ったらやっぱでかいです。ただその代わり一番ちょっとスカスカなので軽いです。もちろんこのダイキャストっぽい部分もあるんですけど、まあちょっと全体的に軽さが目立つかなっていう風な印象がありますが、まあ、ショベルカーとしては非常に造形も優秀だし、なんていうかここの乗る部分とかもちゃんと作られてるからすごいいいですね。で多分これ投稿機かな、なんかのとこの、まあ、造形とかもあったりとかして、まあ、元になった玩具がどうなってるか分かんないですけど、こういったところもしっかりしてますね。はい、まあそんなところかな。特にコロ走行用のタイヤはあるんですけど、まあ、やっぱキャタピラもんなんで、まあなくてもあってもっていう感じです。で名前の方がタイタンって書いてありますかね。 OS タイタンなんかありそうな会社ですけど、まあこんな感じになってます。うん、いいいい。でなおかつね、何がすごいかって、これ一応ロール入ってるから、まあ、ちゃんとこういう、なんだろう、本当にこうできる動きっていうのかな、このショベルカーがやりそうな動きとかもこうできるので、この状態でも非常に面白いですね。はい、では早速変形させていきましょう。変形工程に関してはそこまで難しくはないかな。うん、やっぱり一番簡単な部類だと思いますけど、ちょっと説明書で分かりづらいところから最初にやると、キャタピラこれ畳めるんですよね。これちょっと分かりづらいんですけど、なくてもやらなくても一応干渉なく動かせるんですけど、破損怖い場合はちゃんとやっておいた方がいいですね。でもう一箇所足に関してなんですけど、これ一部分伸びるので先にやっといた方が分かりやすいかな。伸ばしておきましょう。こんな感じにしておきます。では上ですね。多分説明書だとここからスタートなんですけど、これを上に上げて畳む。これいいよね。この乗るとこと手すりがさ、胸部ガードになるってすげえ熱いと思います。これでしかも投稿機もちゃんとデザインになるわけでしょ。これいいデザインだな。で、あと腕なんですけど、ここはこれもすごくいいんですけど、これロックしてる爪の部分がおそらく左腕の武器パーツのこのキャノンみたいなところとロックが連動してるっていう、この無駄のないデザインは本当にすごくいいなって思います。で、これを展開する。ただ残念なことにここにロックとかはないので、これプラプラしてしまうところは残念かなって思います。で、今回はここの部分が非常に硬かったので、シリコンとあとはネジをちょっと緩めるっていう感じの対応はしてありますね。で、こうして、これちょっと硬いので注意ですね。この俺の個体はここの肘超硬いので注意。そして拳を起こしておきましょう。では反対側のショベル部分ですね。こうしてあげて、もうこれはもうザ右腕ですよね。なんかわかる、この感じは。はい。で、こう開けて、ちょっとこれ干渉しちゃってんな。開けて、ちょっとね、ここあと、なんか曲がるかなと思ったらこれ曲がらなくて、で、しかもこの首の部分めちゃくちゃ細いので、無理やりやると壊れるので、これちょっと要注意ですね。で、開けて、で、足の部分ですね。ここでちょっと干渉しないようにちゃんと腕とか上げてあげて、で、つま先、さっきちょっと引っ張った部分の先をこう下ろしてあげると足完成ですね。ちょっと今までのヒロイックな体型とはちょっと違って、まあ、なんだろう、五体合体のしわ寄せの着てるデザインですけど、まあ、これはこれでいいのかなって思います。で、ここですね、すいません。一箇所だけ俺ちょっと手加えてる部分があって、それがちょっとこの頭部の出し方なんですけど、頭部はここの部分を出すっていう、なんかちょっとカブタック気味が、カブタックみたいな感じなんですけど、ここをこう起こして、で、頭部を多分こうしろって書いてあるんですけど、俺おそらくですけど、ちょっとこれ詳しくわかんないですけど、五体合体の頭部がここなんじゃないかなと思うんですよ。まあ、なので、実はこれを回転させて、これちょっと俺手加えて、このアイ、物アイというかね、カメラのところに、黒く適当に塗ってきて、中にちょっとジュエルシール入れて、それっぽい顔にしてあるんですけど、俺の中でこっちが多分このモードの頭なんじゃないかなっていう認識なので、とりあえずこういう風にしちゃいます。なので、説明書と変形手順とか、この顔の部分とかの処理は違いますけど、ご了承いただきたいですね。これで完成、ショベルカーです。すごいですね。まあすごいっていうか、ちょっとさっきからネタバレも何回かあるんですけど、まあ、こっちにすると結局胸部アーマーになるっていうか胸になるんですけど、こういう感じなんじゃないかなって思ったので、ちょっと今回の頭部はこっちにさせてもらっております。あー、でもかっこいいよね。なんかね、なんだろう、この頭部だと逆にね、こっちだと何が俺の中で違うかっていうと、ちょっとこのデブっぽさっていうのかな、デブっぽさには似つかわしくないヒロイックな頭になってるのが気に食わないんですけど、逆にさっき塗装した方だと、こっちだとなんかっぽくないですかっていうところもあって、俺こっちを押してるわけですね。で、関節とか可動に関しては、360度は無理ですけど、一応可能っちゃ可能です。で、あとここの肘の部分がここまで曲がって、
って手首も多少倒せる。これは変形ギミックの工程ですね。で、右腕の方も普通にぐるぐる回せるのと脇がちょっと開きますね。で、手首の方のバケットもちょっとこんな感じで動かすことができますね。一応ここまでいけるか。で、ここは曲がんないんですよね、多分ね。で、足に関しても同じく変形工程のおかげで、しっかりと曲げることができるんですが、つま先はまあ意味のない動きですね。一応これ止めるとカチャってなります。で、さらに腰の部分は最初の説明したように動きますので、多少こう思いっきりこう下からスクリューアッパーをするような動きとかもこう取らせることもできるし、しかもなんなら首可動するからね、こういう感じのなんかなんだろう、アンダースローの投手みたいな動きすることも可能なので、そういった点での表情のつけやすさはこれは優秀な部類かもしれませんね。うん、だから割となんだろう、好きな部類かな。簡単で面白い、しかもでかいって感じでね。はい、その代わりちょっとスカスカなところはやっぱ目立ちます。はい、そんな感じですね。後ろもこうですもんね。はい、では最後ちょっとね、せっかくですね、変形戻していきましょう。まあ、頭部のこの入れる感じはなんかいいですよね。これでも何のためにこんなに開くんだろう、それちょっと気になるわ。で、あとは腕の部分の戻し方、一回忘れるんですけど、これね、ここもすごく好きなんですけど、手首こう曲げた後にここにちゃんとなんだろう、ぴったりっていうかな、こういう高さ調整っていうのかな、がされてるのがなんかパズルっぽくて好きなんですよね。で、あとはこれを上げて、さっき言ったこのキャノンのところにロックをかましてあげて、このアームの部分を戻しておくと。で、後ろに関しては、あれ、これちょっとあれ逆か。ここ間違っちゃダメなんだな。多分、こう、こうだな。こうじゃない。こうではない。こうして、で、あと、下の部分を戻して、キャタピラー戻して、つま先を引っ込めて、反対側も同様。よいしょ、引っ込めて畳み戻す。ここをちょっとこの処理がいまいちよく分かってなくて、開けるのが正解なのか閉じるのが正解なのか分かりませんね。で、あとはここのステップの部分を両サイド戻してあげれば、これで、ショベルカー元に戻すことができたって感じですね。工程とか時間かかん考えても簡単ですが、破損しやすい箇所としてやっぱりここかな。まあ、お子さんは多分速攻でここへし折るでしょうけど、まあ、ご体合体するんであればちょっと絶対残しておきたいパーツなので要注意ですね。いやー、でもこのなんだろう、本当は多分シールかなんかあるんだと思うんですけど、このでっぷりしたこのケツの感じ、すごく重機っていう感じがしてたまらなく好きですね。はい、で、あと窓の塗装とかもちゃんとしてたからね。まあ、そんな感じの、ショベルカーでした。最後まとめていきましょう。はい、という感じでショベルカーだったんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、やっぱ総称とすればちょっとやっぱスカスカではあるんだけども、ショベルカーの玩具としては非常に優秀かなっていうふうに思います。なんかもう一枚ここら辺にギミックがあっても面白かったかなっていうような感じなんですけど、まあ、ショベルカー遊びをする分にはまあ邪魔になるので、まあ、こんなもんが正解なのかなっていうふうに思います。で、ダイキャストの部分に関してもこれはもうしゃないんでしょう。ダイキャストっていうかね、なんかよくわかんない素材なんですけど、まあここだけじゃなくて、できればちょっとキャタピラとかにもなんか欲しかったかなーっていうような印象もあるんですけど、まあまあ、もうこれのね、今現在の価格というか、まあダイソーで550円で買える玩具にしては非常にいいかなっていうふうに思いますね。このデカさはすごいデカい。なんか比較するものがあるといいんですけどね。まあ、ちょっとちっちゃいペットボトルですけど、こんな感じのペットボトルと比較してもかなりデカいのでね。まあ確かに在庫が切れる理由もなんか分かった気がします。まあそんな感じで、まあこの重武装合体シリーズ全5種類紹介し終わったんですけど、いかがだったでしょうか。次回ラストということで、いよいよ5体合体をさせていただきたいと思いますが、ちょっとね、動画いろいろ見たんですけど、やっぱ独自解釈とかも多くなっちゃったりとか、いろいろ勉強するところもあると思いますので、まあちょっとそちらの方も楽しみにしていただければなというふうに思いますので、ぜひ気に入っていただけたらチャンネル登録や高評価で応援の方よろしくお願いいたします。最新情報はツイッターでつぶやいてますので、よかったら下の説明欄からお越しください。それではここまでご視聴の方ありがとうございました。